チームが好調な要因というのはやっぱり一人一人がハードワークしていることが第一だと思うので、まあ、グループステージが開幕した頃は自分はそんなにここまで来るというイメージはできてなくて、1年目なのでとりあえず1試合1試合を大事に戦うというか、まあ、勝ち切るという意識で1試合1試合やっていった結果がグループステージ突破できて、まあ、いい形で突破できたので、まあ、若い選手中心に、まあ、積極的にプレーできたし自信にもなったので、それでいいイメージのまま準々決勝ですか、名古屋との試合で逆転できたのも自信になったし、まあ、試合を重ねるごとに自信をつけていった結果でここまでこれだと思います。準決勝の第1戦で自分が PK 取られて負けてたので、ね、それで出場停止になってしまって、まあ、このまま敗退したら自分の責任だなと思ってて、でも見守るしかなかったので、まあ、必死に、まあ、練習では、まあ、なんていうかチームの少しでも力になれるようにと努力して、まあ、試合の時は外から守っていて、でもピッチで戦っている人たちが本当に頼もしかったので、まあ、負ける気はしなかったです、まあ、たくさんのお客さんが入ってくるだろうし、最高の雰囲気で、まあ、サッカーができるという幸せをまた感じていることができるので、まあ、あの時は負けてしまったですけど、今回は勝って大好きにもいたので一緒に喜べれば一番いいですね。本当になんていうかファンの方々にもナビスコ決勝絶対勝ってくださいっていうのは必ず言われることなので、まあすでになんていうか気持ちも高ぶってきてるし、まあ絶対に勝って1年目からタイトル取れるチャンスなんてなかなかないと思うので、絶対に掴み取りたいなと思います。チームが好調な要因というのはやっぱり一人一人がハードワークしていることが第一だと思うので、まあ、自分がピッチに立ったらとりあえずハードワークすることがベースで、まあ、その中でポジションはどこになるか分からないですけど、出たポジションで自分の与えられた役割というか周りと連携しながら自分の良さを出していければいいかなと思っています。サポーターの皆様、いつもアウサでは最高の雰囲気でを作り上げてくれて、僕たちは本当に後押しされているのでいつもありがとうございます。今度のナビスコ決勝でも そのような最高の雰囲気を作り上げてもらって、僕たちも生き生きとプレーして、まあ、みんなで勝利して最高の勝利の喜びを共に味わいましょう。応援よろしくお願いします。